はい、ご視聴ありがとうございます。明けがらす早著歎異抄講話その第3回第2章本願他力の信仰第1節皆の誓願不思議に助けられまいらせて往生をばとぐるなりと信じて念仏猛惨と思い立つ心の起こる時すなわち摂取不捨の利益に預けしめたもうなり皆の本願にはロボショボ全枠の人を選ばれずただ信心を用とすと知るべしそのゆえは罪悪人獣煩悩死処の主情を助けんがための願にて増しますしかれば本願を親善には他の善も用にあらず念仏に勝るべき善なきゆえに悪をも恐るべからず皆の本願を妨ぐるほどの悪なきがゆえにと云々第1項第1節の大意1この一節は宗教的救済は信仰にありということを親鸞聖人が適切に言い表されたものであるしかしてその信仰さえあれば善人であろうが悪人であろうがことごとく大安心を得大自由を得ることができるすなわち救われることができるということを丁寧に教えられたのがこの一節である今私は如来の妙憂の下に親鸞聖人の霊光を受けて諸君と共にこの一節を味わうの愉快を如来に感謝します2時にこの皆の誓願不思議に助けられまいらせてとあるより摂取不捨の利益に預けしめたもうなりとあるまでの一段は主として救済のことを示し次の皆の本願にはとあるより願にて増しますまでの一段は救済にはただ信仰のみ必要なりということを示し次のしかればとあるより悪なきゆえにとあるまでの一段には力強く他力信仰の万能であるということを示したものであるゆえに私は歎異抄の一節を味わうについて各三段に切ってみたいと思います第2項救済の容疑皆の誓願不思議に助けられまいらせて往生をばとぐるなりと信じて念仏猛惨と思い立つ心の起こる時すなわち摂取不捨の利益に預けしめたもうなり1弥陀とは阿弥陀仏の略称にして三世にわたり十方界に満ちて私どものために心を砕き見滅ぼしておらるる慈悲の如来の皆であるすなわち弥陀とは私どもの真実の親である師であるしかしてこの如来にはどうかして一切の衆生を助けたい一切の衆生の精神に安意を得させたいという願望がある私どもの弥陀はこの願望をもって現に生きて働きつつあるのであるこの願望は広大にして私どもの凡地で伺い知ることができないからして不思議と言うたのであるそこでこの弥陀というには三千十方に遍満したる光明の如来という意味がありその光明は何のための光明かというにこの光明は私一人に命運を腹差しむるためであると知ればこの大いなる光明は私を救い上げるという大願望となるしかしてその願望は分析的知識や凡渉の気託分別をもって知ることができぬ全く他力の啓示を信ずるより他ないというので不思議の賛辞を加えたものであるそれであるからここに弥陀というも誓願というも不思議というもつまり私どもの御親の徳をいろいろに言い表したに過ぎない還元すれば物力他力を示したに過ぎない2私どもはこの物力他力に助けられて往生をとぐるのである往生とは仏の御国に行くことなり生まれることなり仏の国に生まれて仏になることを往生というなり、故に往生とは成仏することなり、広大円満の人格に達することなり、私は仏の本願他力に助けられて広大円満の人格に達し、大安位を得るに至るべしと信じ、南無阿弥陀仏と親の皆を唱えて力ある生活をしましょうという欠如心の起こった時、その時待たずその場去らず、直ちにこの他力巧妙の中に収め取られて、いかようなことがあろうとも仏力従事して大安位の教に、すなわち仏の教外に導きたもうに間違いはないというのがこの一段の大意である。3、助けられると信ずれば助けられる。その代わりに助けられぬと信ずれば助けられぬのである。故に宗教の最も寛容なところはこの信ずるというところにあるのである。信仰は宗教の生命であるということはこれらの点から言うたものである。実に信仰は宗教の生命である。助かるというも助からぬというも、この信仰があるかないかによるのである。故に法然上人は、往生は一乗と思えば一乗であるが、不乗と思えば不乗であると申されました。私どもの慈悲の御親たる弥陀はいろいろ工夫をして全宇宙の上に現れて、私どもを恵みつつ指導しつつ、我に頼れ我に頼れと招きつつ呼びつつおわすのを、私どもはいたずらに自分の力や自分の知識を頼みにしてこの御親を信ぜず、御親を思わず、御親に任しません。それであるから私どもの胸には煩悶苦痛が絶えません。かくして私どもは永久大安位が得られません。救われません。トルストイ氏が自分の信仰の味わいを、I do not comprehend him, yet at the same time I am always anxious when I am without, and am not anxious only when I am with him. 我は彼を理解せず、されど同時に我は彼を離れて苦しみ、彼と共にありて苦なしと言いましたごとく、私どもは彼すなわち慈悲の如来を信ぜず、慈悲の如来のお心を離れる時には苦悶に陥らねばならぬのであります。トルストイが指した彼は愛の神であるが、私が信ずるのはお慈悲の如来であるから、細かな点に至っては異なっておることはもちろんであるが、その真味はほとんど同じのである。結局私を助けてくださる御親は私どもの知識の上には知ることができぬけれど、さりとてこの御親を離れては安心ができぬ、苦悶せねばならぬというに過ぎぬ。私どもが日常煩悶苦痛に陥るのは、宇宙に満ちている慈悲の如来の御心に従わぬからである。されば私どもは如来に助けられぬのではない、如来のお助けを信じないで苦しんでおるのである。そこで私どもがこの度この胸の煩悶を去り、大安位を得るには別の道を発見するに及ばない。慈悲の御親が私のために開かせられた他力の大道を信じて安心するより他はないのである。かくのごとく深く如来の他力に任せ、一茶の句にあるように、ともかくもあなた任せの年の暮れというような信仰ができてくると、善につけても悪につけても苦につけても楽につけても、この仏力他力を思い出し、頼り力として生活するようになる。そこでこの仏力他力に接する心身接触の終局は名を呼ぶことである。名を呼ぶ時にはすでに呼ぶ名の主の心に惹かれておるのである。故に子供が母親の名を呼んで力を得るように、私どもは仏の皆を唱えて宇宙の大霊の弥陀如来に呼び起こされ、ここに年々の安心を得て刻々の力を得きたるのである。されば助けられると信ずるとき、如来の皆を唱えずにはおられぬ根本ができておる。それで助けられると信ずるが、すなわち念仏妄想と思い立つ心であるのである。4. 世の中の人は仏が実在するか否やを確かめなければ信じられぬと申します。しかし私どもは申します。仏の実在を信ずれば大安心が得られると。弥陀の実在は理論や学問で称せられるものでもなければ、人から習い覚えるものでもない。これは私ども各自の心霊的の実験によるのほかはない。実際に親の慈悲を受けた人でなければ、親の親の慈悲は言われません。実際に妻の愛を味わうた人でなければ、妻の愛は言われません。これと同じく実際に仏の慈悲を受けた人でなければ、仏の実在を言うことができません。さればその仏の慈悲を受けるというはどういうことかというに、仏の慈悲は日々ややに私どもを取り巻いておられる。ちょうど甘味が私どもの口のところに来てある。私どもがそれを造作なく食いさえすればよいのである。食うた時初めてその菓子の味が知られ、その菓子を与えた人の慈悲を知るようになります。故に私どもは信仰の眼を開いて与えたいと心を砕かせられる如来のお慈悲をは従順にお受けするより他はありません。諸君よ、信ぜないで如来の実在をうんぬんしたもうなよ。私は実際上から申しますと、私の心中の苦悶は日々世々にこの如来の道からを思い出し、皆を唱えることによって払われつつ慰められつつあるのである。かくて私には仏は生きて働いてくださるのである。諸君にしてもし心中の苦悶を脱し、この生涯大き世に処して大勇猛を得て諸仏の巨母に安住したいと思いたまわば、どうぞ私と共にこの如来の実在を信じてください。助けられると信じてください。そうすれば助かるに間違いありません。現に私がこれによって救われつつあるのである。諸君もどうか助けられると信じて助けられるようになってください。たとえこれが間違っておろうが、ママよ、私と一緒に間違いに入ってください。否、親鸞上人と一緒に間違いましょうではありませんか。5. 摂取不捨とは、如来のお助けは永遠で変わり目がないということである。私どもが一度如来の慈悲に接して甘味を覚え、道を知った以上は、腹が減れば必ずその甘味に行くように、道を迷えば直ちに如来の道に出られるに間違いない。否、こちらが迷うていても如来の道からでついには大道にいでさしめくださるるに間違いありません。私どもは信仰を得た後でも慈悲の親の胸に銃眼を打ち込むような行いもし、心にもなるのである。しかし慈悲の親は決して見捨ててはくださらぬ。こちらでいくら離れようとしても慈悲の御手にこちらのたもとを取って放ちたまわぬが摂取不捨の心である。故に蓮如上人は摂取不捨とは濁るものを捉えたもう心なりと教えられました。この味わいは信じた私の精神上には適切に味わえることであります。私は常に仏を離れて苦しみ煩いもだえますが、どこからか仏の催促に預かっては大安易に近づくようになっております。私が狂慢になろうとするときには如来は私の頭を打って導きたもう、私が卑屈になろうとするときには如来は私の手を取って引き上げてくださる。私が悪をなさんとするときには仏は手を当ててその道を塞いでくださる。私が善をなさんとするときは仏は手を持ってその道を教えてくださる。その他日常の万事万端について私は摂取不捨のありがたみを味わわさせてもらいます。エマーソン氏が「御人は御人をしてその真理の受容者たらしめ、その活動の期間たらしむる大知恵の懐に横たわるものなり」。御人が正義を知り真理を知るとき、自ら何者をもなすにあらずしてこの大地への光明の通路となるのみなりと言うたのは、真によく摂取不捨の味わいを現実的に言い表したものである。故に私はエマーソンのこの語について明らかに物力他力の摂取の妙種を味わうのであります。核のごとく如来は摂取不捨のお慈悲なるがゆえに、現世において常に守られ導かれる私は、未来もまた必ず安楽の国に導かれるに違いないことであると信じて喜んでおります。故に私にはこの摂取不捨の慈悲より未来に対する青春の希望を益たるのである。私はこの摂取不捨の慈悲を信ずるにあらずんば、人生において今日のような愉快な希望が得られなかったであろうと思うと、なんだか仏を信じた今日の境遇がありがたくてたまりません。故に私は特に如来の眼であるように感じて嬉しくてたまりません。しかし感謝の務めの怠りがちなことは恥ずかしいことであります。どうか諸君も私と一緒に、皆親鸞聖人と一緒にこの趣味を我がものとすべく如来を信じてはくださいませんか。如来の光明の懐の中で私と兄弟名乗りをしてくださいませんか。明治36年5月講第3項、信仰は救済の門なり。弥陀の本願には老少善悪の人を選ばれず、ただ信心を要とすと知るべし。そのゆえは罪悪人獣煩悩至上の衆生を助けんがための願にて増します。1、弥陀の本願とは如来が人を助け救う希望である。いな人を助け救う力である。そこでその弥陀の本願はいかなる人を救うか、またいかにして救われることを得るかという疑問が起こってくる。そこで親鸞聖人はこの第一の疑問、すなわちいかなる種類の人が弥陀に助けられるであろうかというに答えて、老少善悪の人を選ばれずと断案を下し、次に第二の疑問、すなわちいかにして救われるかというに答えては、ただ信心を要とすと知るべしと決着せられた。そうしてこの救済の意義を一層切実に言い表して、そのゆえは罪悪人獣煩悩至上の衆生を助けんがための願にて増しますと言われました。私は今諸君とこの一句一句について味わうてみたいと思います。2、弥陀の本願には老少善悪の人を選ばれず。この一句、涅槃行の一切衆生ことごとく仏性を有すの文、華厳経の気なるかな気なるかな一切衆生如来の知恵特相を具すという文の哲学的汎心論的偽装を至極手近く宗教的に言い表したもので、この一句に釈尊一代の説教が収められておると言うてよい。弥陀の本願には老少善悪の人を選ばれず。私はこの一句を受するうちに大いなる霊感に至るるのである。文字はわずかではあるが、偉大な意義の封じ込められた言葉であります。3、白髪の老翁を嫌って妙齢の少女を愛するのが私どもの常ではないか。善人を馬敬するが悪人を牢屋にぶち込んでおくのは私どもの常ではないか。美人は人々を争うてその愛を縁とするが、主婦には唾をも吐きかけぬが世の人の常ではないか。強い者賢い者はやんやと言われるが、弱い者愚かな者は振り向きもしないのが人間の常ではないか。私はかつて自然という詩を作ってその中に歌うたことがある。悪人に善人の徳を求め、善人は悪人の罪なきを誇る。人の心の狭きかな。大根に人参の赤き求めず、人参に大根の白き迫らず。ごぼうにその黒きをたたえ、かぶらなにその青きを褒む。自然の心広きかな。謎の跡より。畑を見なさい、大根。お前は顔が白いからよいが、人参、お前は顔が赤いからいけないと言わない。かぶらなよ、お前は着物が青いからよいが、ごぼうよ、お前は着物が黒いからいけないとも言わない。大根の白いのも人参の赤いのもごぼうの黒いのもかぶらなの青いのも分け隔てなしに慈しみ養うのが大地の徳である。今弥陀如来のお慈悲もちょうどそのごとくて、老人も青年も善人も悪人もなべてさらえてことごとく助け救うてくださるのである。4、御親の慈悲は元気のある青年ばかりのためではない。元気がなくよぼよぼした老人のためにもなってくださるのである。御親の慈悲は倫理道徳をよく守る人のみのためではない。倫理道徳の道を踏むことのできぬ悪人のためにもなってくださるのである。つまり人の相手にしないものでも御親は立派なものと一緒に可愛がってくださるのである。故に法師母禅師は言いました。かの仏の因地部具勢を立ち、名を聞きて我を念ぜばすべて来合せんと、貧宮と風紀等を選ばず、下地と交際等を選ばず、多聞と上界を保てるを選ばず、破壊と在根の深き等を選ばず、ただ絵心して多く念仏せしめば、よく火略を返じて金と鳴らしむ。ご恵方持参より。貧乏人でも不者でも下地の者でも交際ある者でも多聞の人でも在根の深き人でも上界を保つ人でも戒を破る人でも受ける人間はいかがであろうがままよ。同じ大悲をもって皆を与えて救いあげんとあるのが如来のお慈悲である。ゆえに皆に助けられて安易の生活をするには金があってもなくても同じのである。知恵があってものうても同じのである。道徳家でも不道徳家でも同じのである。正直なものでも不正直なものでも同じのである。ここがすなわち他力宗教の他力宗教なる結構なところである。こちらのものに何があっても益にもならず触りにもならず、ただ物力他力によってのみ安心が得られるのである。どんなものでも構いっこなしで助け救うてくださるところが私どもの如来のありがたいところである。5、天上の月は清水と濁水の隔てなく池の表に宿るように、地上の露が美なる花と醜き花の隔てなく宿るように、弥陀如来のお慈悲のお心はいかなる種類の人の胸にでも宿ってくださるのである。これでなければとても私どもは仏にはなれないのであります。6、各いかなる種類の人でも助けられるというならば、一切の人間皆すでに救われておりそうなものであるのに、事実はそうでないのはいかなることであろうか。ここで次のただ信心を用とすと知るべしの句が必要となってくるのである。本願成就の文に曰く、あらゆる衆生その名号を聞きて信心歓喜しないし一年せん、指針にエコーしたまえり、かの国に生まれんと願えば必ず往生を得て不退転に従前無料儒教より。7、この信心ということが寛容である。信心とは別に難しいことではない。ただ弥陀のお力を自分の力と頼み、如来の功徳を自分の功徳と頼り他にないのである。那仙比丘がミリンダ王に向かって、人信ずるところあるは最も厚しと申しましたように、私どもがこの世未来にかけての最も幸福な安心の道はこの物力他力を信ずるほかはないのである。しからば弥陀の慈悲に助けられるには信心という条件がなけにはならんかというに、信ずれば助かるが信ぜなければ助からぬということより見れば、この信心もお助けの条件ということもできないでもないが、しかしこの信心はお助けの条件ではない。信ずるのでお助けがあるのではない。お助けを信ずるのである。無条件のお助けをそのまま受け込んで何事も如来に打ち負かすが、すなわち信心というのである。この信心の目が開けて、ここに初めて皆如来のお慈悲を味わうようになられるのである。故に私どもが仏を生かすか殺すかは、この仏を信ずるか信ぜぬかにあるのである。すなわち仏を疑うのは仏を殺すようなもので、仏を信ずるのは仏を生かすのである。仏は慈悲の拡大であってみれば、私らはどちらかといえば、この慈悲が生きて私どもの心身に働いてくださる方がありがたいではないか。であるから私どもは早くこの仏を信じて、仏の生きたお慈悲を心身に味わうようにならねばなりません。8、なんで私どもは皆を信ぜねばならぬかとは、次に来たるべき疑問である。ゆえに次の国、そのゆえは罪悪人中煩悩を四処の主情を助けんがための感にて増しますとある。私どもは日夜に怪物のために上乱され、内心の半分苦痛が耐えられぬほど起こってくるのである。悪いこともやる。やらねば心に悪いことを思う。私は時々自分の悪いことや罪の重いことを考えるときに思います。私はどれほどまで悪人であるだろうか。私の罪はどれほど深いのであろうかと、実に自分ながら浅ましくて話にならぬことがある。私は自分の内心の罪悪によりて、日夜心身の煩悶苦悶は絶えないのである。しかして自分でどうすることもできないのである。故に私はこの胸の煩悩を払いのけて、平和の思念を得るがために苦心もしました。しかし自分では到底いかんともすることができぬ。ここにおいてか如来の慈悲にすがらざるを得ない。如来の慈悲は一通り聞けば平等の大事なれど、よくよく味わうてみれば、悪多く罪深き私一人のためである。ここに初めて私は、諸仏の大悲は苦あるものにおいてす。心ひとえに常物の主情を民念す。とある釈文の心が切実に味わわれるようになりました。9、煩悩を四処とは、私どもの胸の中を形容した言葉である。死は燃え立つ姿である。四情とは煩悶苦悩の念が盛んに燃え立つようだと言うたものである。しかして皆如来はかかる煩悩の私どもを目当てにして呼びかけてくださる。皆如来の仰せられけるようは、末代の凡夫在後の我ら足らん者、罪はいかほど深くとも我を一心に頼まん主情をば必ず救うべしと仰せられたり。おふみより。10、故に私どもの方では、自分の知恵のないことや学問のないことや特攻の収まらないことや、何かをかれこれ心配するには及ばぬ。ただ何かなしに如来に打ち負かせて信仰するより他はない。無明常夜の東湖なり、知見暮らしと悲しむな。諸護寺大会の選抜なり、在所を重しと投げ飾れ。眼力無遇に増しませば、在業人中も重からず。仏知無変に増しませば、三辣法逸も捨てられず。和さんより。核のごとく知らせてもらえば、私どもの方にては何の心配もいらず苦労もいらぬ。ただ不思議の眼力に託して念仏するよりほかありません。仏によりて仏を見、仏を見て仏に救わる。これが他力宗教の結構なところである。明治36年6月講第4項、信仰の絶対的価値。しかれば本願を親善には他の善も用にあらず、念仏に勝るべき善なきゆえに悪をも恐るべからず、皆の本願も妨ぐるほどの悪なきがゆえにとうんぬん。1、この一段は他力信仰の万能であるということを述べたものである。2、本願の約束から言えば善人でも悪人でも智者でも愚者でも選ぶところなく、中んずく悪人正気というて世の人の相手にしてのない他の宗教の神仏に見放されたような罪悪人中煩悩至上の衆生を救うとある。しかしてその救われるにはただ信心一つが要じゃと知らしておいて、今ここにしかればと受けて本願を親善にはとダメを押して、その本願を信じたならば他の善にも目がかからず悪をも恐るるに及ばぬと、世の善悪以上の超倫理の徳因を明晰に示したものがこの一段である。古来からこの一段は危険だというだけあって、なかなか味わえば味わうほど深い味わいのある一段であります。3、私どもが仏に救われるのは自分の善行によるのでもない、特技によるのでもない、かつ無一善のいたずらものでも、本願の念仏を信ずる一つで物力他力をもって救済せられるのである。ゆえに救済の容疑から言えば念仏は最上の善であり無助母の特技であって、この念仏さえ自分のものと信ぜられるようになったならば、私の小さな自力の計らいをもって努め励むような小善根小福徳はどうでもよいのである。釈尊舎利仏にのたまわく。舎利仏よ、もし善男子善女人ありて阿弥陀仏を徳を聞き名号を修持すること、もしは1日、もしは2日、もしは3日、もしは4日、もしは5日、もしは6日、もしは7日、一心にして乱れざれば、その人、明寿の時に臨んで、阿弥陀仏、もろもろの成就とともに現じて、その人の前にましまさん。この人をわらん時、心天どぼせずして、すなわち阿弥陀仏の極楽国土に、往生をすることを縁仏説阿弥陀経より。4、親に孝行するのも安心の道ではない。君に忠をするのも安心の道ではない。魚食わぬのが救いの道ではない。物を施すのが救いの道ではない。安心の道、救済の道はただ一つ。すなわち、同釈禅師も申されたように、ただ浄土一門の通入すべき道あるのみたる念仏一つである。この念仏の絶対の物力を信じさえすれば、親に不幸なものでも君に不忠なものでも盗人でも人殺しでも救われるのである。安心の道に入るのである。法然上人が小女房へのご消息に言われました。我々が往生は夢我らの善悪にはより候まじ、ひとえに仏の恩知からばかりにて候べきなり。和合登録より。この仏の恩知からは極善最上の法であるからして、世の中にこれに上こすほどの善法もなければ、これを妨ぐるほどの悪業もない。故に仏の道からを信じ、仏の計らいに打ち負かせたる人は、自分の務むる善根に目がかからず、また他人の務むる善根を羨ましいとも思わず、他人の悪行を責めんともせず、自分が悪行をしたとてこれでは救われるか知らん。救われんようなことはあるまいかという心配はないようになる。ここのところは幾重にも味わわねばならぬ。5、多くの人は他力の救済を言いながら反自力反他力に座っておるようである。それで自分でも悪心が起こったり善行ができなかったりすると、これで助けられるか知らんと危ぶみ、他人を見てもあの人はあれだけ仏法を喜んでいながらあのような行為ではとても救済は難しいなどという人がある。これは未だ絶対他力の妙味が味わわれず、今のご教義が受け取れぬからこんな具合になるのである。本当に他力の救済が信ぜられたならば、自分の善行ができてもできないでも、悪行がやまってもやまないでも、そんなことには無関係で、善行が務まる中からも悪行がやまぬ中からも、ただ如来のお慈悲が喜ばれ、如来の計らいに打ち負かせて安心して行かれるのである。ゆえに人を評するにも、あれは不幸者じゃゆえに救われぬとか、不忠者じゃゆえに助けられぬとかいうは、いまだ自力の周期の取れぬ証拠である。つまり私どもは蓮如上人も示されたように、罪消えて御助けあらんとも、罪消えずしてお助けあるべしとも、皆の御計らいなり。ご一代家金垣よりで、善に進まれまいが悪がやむまいが、そんなことには頓着なく、ずんずん如来のお慈悲の光明に安心するようでなければならぬ。6、精神が改まらぬ、念仏が唱えられぬ、お慈悲が喜ばれぬなど、こちらに心配するには及ばない。精神が改まらねば改まらぬまま、念仏が唱えられねば唱えられぬまま、お慈悲が喜ばれねば喜ばれぬまま、全くの他力で救おうとある絶対他力に頼るのでなければ、永久の安心は得られるのである。とにかく自分にいかなる過失があろうが、その過失によって仏のお慈悲を疑うようではならぬ。これに反して自分の過失が多ければ多いほど、ますます仏の慈悲を深く信じ喜ぶようでなければなりません。法然上人曰く、世間の人の疑いに種々のゆえをいだせり、あるいは我が身罪重ければ、たとえ念仏すとも往生すべからずと疑い、あるいは念仏すとも世間の営み暇なければ往生すべからずと疑い、あるいは念仏すれども心毛利ならざれば往生すべからずと疑ぶなり。これらは念仏の苦悩を知らずしてこれらの疑いを起こせり。罪性の重ければこそ罪性を滅せんがために念仏をば務むれ、罪性重ければ念仏すとも往生すべからずとは疑うべからず。念仏往生儀より。7、しかれば私どもの精神がいかようであろうが、行為がいかようであろうが、そんなことに心配せず、ただ誤り果てて、ただ如来のお慈悲に疑い晴れ、身も心も如来のお計らいに打ち負かせるより他に安心の道はないのである。前段に弥陀の本願には老諸母善悪の人を選ばれず、ただ信心を要とすと知るべし。そのゆえは罪悪人中煩悩四女母の衆生を助けんがための願にて増しますとあるのは、如来のお慈悲のお手強さを示し、ここに来たってはこのお手強い本願のお慈悲があるので、凡夫の方では善がなかろうが悪があろうが、そんなことに心をかけず、一心にこのお手強い慈悲に頼れと、何か種さえあれば疑いたいと構えておる私どもの疑いの奥底まで叩き出して、善もいらぬ悪も恐るるに及ばないとはっきり言い残されたものであります。故にこの一段はお慈悲の受け心を最も明晰に教えられたものである。8、念仏に絶対の力を認めてお慈悲を信じた以上は、相対の善や悪やはどうでもよい。善があったとて多足にはならず、悪があったからとて邪魔にもならぬ。念仏は最上の力であれば、いかなる悪業の魔性もこの念仏を遮ることはできぬ。しかればいかなる悪の中にも念仏の力は滅せぬのである。ちょうど泥がいくら汚うても蓮の花が汚れぬように、いかなる悪業の泥の中でも微妙な花の咲くのが念仏の蓮の花の優れたところである。かかることは信仰の実験上の問題で、単なる座上の空談や客観的宗教論ではわかるはずのものでない。故に私どもは命がけで安心を求めた上で、初めてしかれば本願も親善には他の善も用にあらず、念仏に勝るべき善なきゆえに悪をも恐るべからず、皆の本願を妨ぐるほどの悪なきがゆえにという堅固な立脚地が得られるのである。9、今の世の学者の中には倫理的宗教などとやかましく言う人もあるようではあるが、私どもは倫理的宗教では到底救われることができぬのである。こんな小さな心で良いと決めたことや悪いと決めたことに信頼することはできない。だいたい私どもは善悪などというしっかりした標準を立てる働きのある人間ではない。故に倫理的宗教などは私どもには無意義である。私どもはどうあっても善も欲しからず悪も恐ろしからずという絶対他力の妙道でなければ到底安心の道が開けぬのである。善も欲しからず悪も恐ろしからず、何たる気高き教えであろう。かかる気高き徳因は絶対他力の妙種に対達した人でなくては味わうことができないのである。また私どものような地浅く徳収まらぬ者はこの教えによる他に救いの道はないのである。私どもはかかる広大な教訓をかかる明晰な言葉をもって残された親鸞聖人のご恩を深く思わねばなりません。どういう諸君、どうか私どもと共にこの徳因に功名を認めて親鸞聖人の後を追おうではありませんか。10、ここに一つ注意すべきことは、信仰は超倫理であるといえばとて決して倫理的行為をするなということではない。自分が本当に善悪邪正の弁別もつけられぬやつであると信じできるのは、ある点から言えば最も高尚な倫理思想であるとも言われる。こんな意味にて言えば、罪人のそのままを救うとあるこの他力信仰は最も超越したる倫理的宗教であるということもできるのである。明治36年7月公布第3章学問以上の信仰第2節おのおの14カ国の境を越えて神妙を顧みずして尋ねきたらしめたも御志ひとえに往生極楽の道を問い期間がためなり、しかるに念仏より他に往生の道をも存知し、また訪問等をも知りたるらんと心憎くおぼしめしておわしましてはんべらんは大きなる誤りなり。もししからばなんと北嶺にも由々しき学生たち多く追わせられて候なれば、かの人々にも相立て祭りで往生のようよくよく聞かるべきなり。親鸞におきては